MATV はアメリカ合衆国の押越し,し車で開発された4四輪駆動の対地来復撃防護走行車である。従来の大柄で重量のあるエンラッペの車種と同等の防御力を持ちながらより高い機動性を求めて計画されたエンラッペオールテレインビヒクルプログラムに応じて開発された車種で M1114 や M1151 などの 走行型ハンビ B の後継となることが意図されている。エンラッペオールテレインビヒクルを日本語にすると、大地雷、復撃防護、全地形対応者というような意味になる。2008年夏頃、アメリカ国防総省はアフガニスタンの厳しい地形に対応できる、より機動性を重視したエンラッペの検討を始めた。開示された外略要求仕様に対し、 定時期限の8月21日までに20社を超えるメーカーから提案が出された。2008年12月には正式な要求仕様が決定した。この当時の MATV プログラムの予定調達数は最低372両から最大1万両の間とされており、おそらく2080両になるとのことであった。2009年3月には5社から提案された6種類の 車種から候補を絞り込むための2ヶ月に及ぶアメリカ陸軍での試験が開始された。この試験に持ち込まれた車種はの6種類であった。2009年5月に RG-31 が脱落した後、残りの5種に対して3両ずつテスト用車両を納品するよう要求が出され、引き続き評価が行われた。そして2009年6月30日に、 押し越し社の提案した車両が選定されたと伝えられた。エンダッペ計画を統括するアメリカ海兵隊のブロガン巡将は、押し越し CMATV が選定された理由として、生存性が最も高いと評価されたこと、押し越し社の技術力と生産能力が評価されたこと、一方で、車両単価は2番目に低価格だったことを挙げた。初回の量産発注では、 約10億 US ドルの予算で2244両の MATV が注文された。その後上達数は5244両にまで増やされた。内訳はアメリカ陸軍向けが2598両、海兵隊向けが1565両、特殊作戦軍向け643両、空軍向け280両、海軍向け65両、 そしてテスト用車両が93両であった。2009年7月には最初の量産車46両が押越し車より納品され、10月には最初の車両がアフガニスタンに到着した。11月には納品数が1000両以上となった。押越し車は国防総省との契約で月産1000両の生産能力を要求されていたが、12月には本拠地である。 ウィスコンシン州、オシコシとペンシルベニア州マッコネルズバーグでの分散生産体制により、その生産能力を獲得していた。2010年3月には、オシコシ社から初回発注分が完了された。その後も追加調達が行われ、総計8722両の MATV がアフガニスタンで活動する陸軍、海兵隊、ソカーム、空軍に供給された。 アフガニスタンでの大規模な作戦終了後、アメリカ政府は調達された MATV の約8割、およそ7000両を維持することを決定した。約5400両が陸軍、250両がソカーム、1350両が海兵隊その他の保有分となる。これらの車両の一部は押し越し車によって回収を受けることとなり、2014年8月から順次、 回収が行われている。内容は、規制産社の最終量産パッチ相当への回収、車体化物追加走行の装着、改良された自動消化システムの搭載などである。押し越し車では2013年に同社で開発した無人自動車テラマックスのシステムを MATV に搭載する計画も発表している。この回収により MATV が無人地上車両となり、 公兵部隊での態度任務や危険地域での移動経路確保任務などへ利用可能であると提案されている。また2015年2月には MATV に M23030mm 機関砲を RWS を介して搭載し射撃するデモンストレーションが行われた。2015年8月25日にはアメリカ軍の進める磁軍用車両の調達、配備計画である JLTV 計画の車種に押し越し車の LATV が選定された。JLTV は現在アメリカ軍で広く使用されているハンビーシリーズ全体の後継車種になることを目的としており、第1弾の契約では約67.5億ドルの予算で1万7000両の LATV が導入される予定で、最終的には5万3582両が 総額535億ドルで調達される大型契約となる予定である。この LATV は MATV の実践での運用評価に基づいて開発された兄弟車両で重量は MATV の2、3程度と軽くより機動性の高い汎用車両である。MATV 採用国アメリカ、合衆国クロアチアハンガリーポーランドサウジアラビア。 アラブ首長国連邦ウズベキスタンイエメンアフリカ連合。ありがとうございます。